こんにちは、井上です。今日は法人の税務申告をやるソフト、申告フリーについてちょっとその概要をお伝えしようかと思います。で、法人で税務申告をやるとなると、所得税だと個人の方だと無料の国税庁のサイトがあったりするんですけども、法人の場合はそういったのがなく、やっぱり有料になってしまいます。一応ですね、国税庁のe-tax ソフトっていうのがあって、そこにペチペチ入力していけばそれでできなくはないんですけども、自動計算機能がちょっと弱かったりとかしたりもするんで、実質的にそれでやるのは不可能かなと。で、これまではそのソフトを使うっていうのがなかなか選択肢がなかったんですけども、最近ちょっと増えてはきてはいます。で、一つが全力法人税というもので、一つが申告フリーと言われるものです。フリーの税務申告、会計ソフトフリーの税務会計ソフトです。で、これを使うとご自身で法人の申告をできるということも、不可能ではないかなと、十分できるかと思います。で、今日はその申告フリーについてちょっと画面をお見せしようと思うんですけども、こんな感じのが会計フリー、クラウド会計ソフトのフリーではあるんですけど、で、ここで、例えばこれ全部今日サンプルのデータですんで、お気にされずに。で、こうやって数字を見ると、利益が131万円ということで終わっています。ちょっとこれサンプルなんで、間のデータ入ってなくて、12月だけなんですけども、これをもとに税務申告書を作ると。で、ここにちょっと戻りますけども、決算で法人税申告というのがあるんですね。で、これをクリックすると、税務申告ソフトにこう切り替わります。こんな感じですね。で、これ最初にからちょっともう一度作ってみると、こんな感じで今作ってますということでこう出るんですけど、その間にちょっと申告フリーのメリットデメリットというのをお話しておくと、メリットはある程度会計ソフトのフリーから連動して作ってくれるんで、自動的にできる部分もあると。ただそうは言っても法人の申告っていうのは、ある程度知識があった方がいいので、そんなに手放しで自動でできるからすぐにできるっていうわけでもないです。でもそれでもやっぱり紙とかですねでやるよりは全然楽ではありますんで、ぜひ挑戦してみていただければと思います。で、これでネットで提出するっていうこともできます。で、ネットで提出するには代表者の代表取締役の、代表者のマイナンバーカードと、で、カードリーダーがあって、で、法人のその電子申告開始届というネットで提出するっていうことを開始やりますよっていう届出書が必要です。で、それをやると ID とパスワードっていうのがこう取ることができるんで、それをやっておけばネットで提出できると。で、国税というのは法人税についてはそれでできるんですけど、あとは法人税消費税はその国税ということで国に出せばいいんですけど、あとは地方税ですね、東京都だったら東京都に出して、埼玉県だったら埼玉県と、例えば埼玉市に出すとか、そういったことをやらなければいけなくなります。で、今ちょっと画面がこう立ち上がって、もう一つが24,800 円プラス税で使えるんで、これまでその法人のソフトってあったんですけど、やっぱり税理士向けで高かったんですよね。高くて、私が使っているもので一番安くて一式揃えると5万6000円ぐらいですね。プラス税ぐらいです。ただ、一社でやるとしたらちょっとそれは負担があるかなと。で、それを、税理士が登録、契約すればそれで複数の処理ができるんで、元が取れてるわけなんで、で、もっと高いソフト、例えば30万とかですね、100万とかっていうソフトはあったりするんですけど、私はそういうのを使う必要がないかなと思ってるんで、安めのものにはしてます。で、高いものを買ったからといって使いやすいってわけじゃないんで、税務ソフトは。それで、その意味もあって今使ってるもの、JDL のというものを使ってるんですけど、をやってます。で、一社だけご自身の会社を税務申告するんであれば、ちょっとその5万6000円というプラス税というのがちょっと割高かなとか思うわけです。で、申告フリーの場合は、その会計ソフトの
使用料というのはもちろんかかるんですけど、それに加えて年度で2万4800円プラス税なんで、まあ、結構あの手の届く範囲かなと。でその先冒頭にお話した全力法人税というのは初年度が2万円弱で、次年度以降は1万円弱です。まあ、そっちの方がちょっと安くなったりしてます。ただ、まあ、全力法人税の場合は消費税の申告書が作れないですとか、ネットで提出するっていうのが、まあ、できるんですけど、一回データを出してそれを国税庁純正のもので申告すると、地方税も純正のシステムで、これはそれは無料なんですけど申告するっていうことがあったりします。ただですね、これデメリットのところでもお話ししようかと思うんですけど、全力法人税の方が私は分かりやすいと思います、一般の方にはですね。でちょっとあの画面の方を見ていきますと、まあ、こんな感じで今サンプルが入ってるんですけど、サンプルでこうデータをこう入れていくと、でこういったものもこうどんどん入れていくと、あのこう保存して次へにすると、まあ、こんな感じで事業従業員が何人いるかっていうのを入れたりして進むと、まあ、こんな感じで税務申告書がこう出てきます。でこれがですね、申告フリーのデメリットである分かりにくいというのは、あのこれ実際の税務申告書と一緒なんですよね。まあ、これ税理士だったらこっちの方が分かりやすいのかもしれませんけど、私はちょっとはぐれ税理士なんで、こっちじゃなくてもっと簡単にしてくれたらいいのにとか思ったりするんですけど、まあ、やっぱり紙のその実際の申告書と一緒だと安心するっていうのもあるんでしょうね。やっぱりそれが大多数だと思うんですけど、だからこういう形式になってます。でこの見ていただくと分かるかのように、まあ分かりにくいですよね。こうなんか漢字だらけでどこに何を入れればいいか分からないなみたいなのがあって、でこれにこうペチペチこう入れていくと、こうあの一個ずつできていくわけです。まあこんな感じであのどんどんこう挿入していくっていうのもできたりするんですけど、これで言うと、まあ、どこにまず入れなきゃいけないのかっていうのをちょっと迷いますよね。私もちょっと考えちゃいますけど、で例えばこれはあの株の情報を入れるんです。株がいくつあるかみたいな。例えばじゃあ100株あったとしたら、ここに100って入れて、でまあこのここはいいとして、じゃあ自分がいくつ持ってるかっていうことで、ここに例えば100って入れると、まあそれが連動されてみたいになるんですよね。でここにちょっと1って入れないと反映しないとか、まあなんかそういうのも今私はこれ知ってるから入れられますけど、そうじゃなかったらちょっと慣れは必要かと思います。ただ慣れは必要なだけで、こう一度それをクリアしてしまえばあとは繰り返しですんで、でなおかつこの株主の情報ってそうそうあの一般的には変わらないと思いますんで、まあ一回入れてしまえばいいということになります。で今ちょっと入れていて、ちょっとあの読み込むような感じがあったと思うんですよね。すぐさっさっという感じはなくて、これはクラウドである以上もうしょうがないかなと思います。でそれがちょっとあの私使いにくい部分もあったりはするんですけども、でその数字を入れるときに今もあのちょっとここで入れてみますか。ここに数字を入れるときにあの全角モードだった場合にこうやって全角で数字が入っちゃうんですよね。でまあエンターを押せばよかったりするんですけど、まあ、こういうのも、まあ、昔要望出したことあるんですけども、うん、ここを選択した時点で半角モードになってくれるとか、そういうのがあったら便利なのになとか思ったりはします。でこの後にこう作っていくわけなんですけど、まあ、作っていくといっても、まあ、この別表4っていうところはここに当期利益が入ります。でさっきあの131万だったと思うんですけども、これが連動してるんで、まあ、こういうところはあの作りやすいですよね。ただですね、これを一旦こう変えた後にまたこっちで連動するには自動的に変わらなかったりもします。ちょっとこれ変えてみましょうか。変えてみると、これクラウドだと、まあ、この場合もちょっと こういうのを変えるのが若干手間だったりもするんですけど、でいちいちこう保存って押さなきゃいけなかったりとかですね。でこうやって連動するとこっちに連動するかというと、ちょっと再読み込みしてみるとこれ連動しないんですよね。131万のまんまで、今ちょっと数字を変えてこう利益を見てみると、あちょっとですね、これでこの状態で変わってないですよね。130、150に今変えたんですけど、あこれを読み込まなきゃいけないですね。
なんかこういうブラウザーの機能なんで、こういう読み込まなきゃいけないとかっていうのはちょっとめんどくさいですよね。今みたいな感じになるんで。で、1500円になってて、こう利益が431万になってると。そうすると読み込まれる。多分これを連動したとしても、連動はされないと思うんですよね。こんな感じで。431万になってるはずが、こうならないです。で、これを連携するには、ここの辺の連携というのをして、決算書の連携というのでもう一回こう更新しなきゃいけないと。まあ自動連動ではあるんですけど、なんかこんな感じで、あれ連動してんのかいなみたいなとこはあったりはします。まあこれはある意味仕方ない部分もあるのかなとか思ったりするんです。こんな感じで431万になると税金も変わると。で、これ今この別表の4っていうので、まあ別表というこう名前がついてるんですけど、この別表の1が税金なんですよね。で、これもなんか分かりにくいし、分かりにくいんで。で、ここに431万っていうのが来て、税金が、法人税が64万6500円っていうのがここに出てます。で、このフォーマットも結構厳しいですよね。もうこれを忠実に再現する必要って私は全くないと思うんですけども、でもやっぱり、この申告フリーっていうのは、でも税理士向けに作ってるんで、やっぱり一般の方がお使いになろうとすると、こういうちょっと、使いにくさっていうのはどうしてもあります。これはですね、クラウド会計ソフト全般にも言えるんですけど、会計ソフトもそのエンドユーザーは一般の方に向けて作ってるわけではなくて、税理士向けに作ってますんで、やっぱり使いにくいんですよね。だからその税会計ソフトが分かりにくい、使いにくいっていうことは現実は認識しておいていいかと思うんです。だからこれをパッと見て、こうは使いにくいなって、これ使えるようにならなきゃとか、まあこれ分かりにくいわと思って、その変に落ち込んだりする必要って全くないと思うんです。で、私はちょっとはぐれ税理士なんで、本当これ見ると、うわっとか思うんですよね。もうこんな、めんどくさいわと思って。だから私は、これに直接入力する前に、Excel で自分なりにこう作って計算しておいて、で、そこで、いろんな調整をしたりして、最終的にしぶしぶこれに入れてます。で、Excel のまんまピッと出せればいいんですけども、そういうわけでもないですし、紙だったら出せるんですけど、それをネットで出すっていうのなるのは、ちょっと、なかなか難しいんで、まあ、しょうがなくこの税務申告ソフトに入れてるって感じにはしてます。ちょっとそれは余談ですけどもですね。で、こんな感じでここが法人税で、大体その何ですかね、こういった表とか資料とかの、なんかセオリーとして、ここになんか普通こう紙がこうあったら、まあこう紙があったら、こう右下になんか最終的な数値が出てたりとかっていうのがセオリーだと思うんですけど、こういう法人税みたいにここにこう最後の税金が出てたりとか、で、もう一個ここに地方法人税というのが計算されてたりとか、なんかその時点で私は嫌いではあるんですけど、まあ、なんかそういう分かりづらいもんだと思っていただければ。で、この辺とかって、まあ文字を読む必要はないんですけど、読めないですよね。拡大はこうやってできるんですけども。で、そうなると、じゃあ紙に印刷してみなきゃいけないってなってしまうと、本末転倒ではありますけあります、あるんですけど、まあそういう時はまあ PDF に出してちょっと見てみるとか、そういうことをやってみるといいかと思います。あと、こう地方税っていうのが、またこれ分かりにくいんですけど、第6号様式っていうのがあって、ここで地方税が計算されてるんですよね。で、こんな感じで一応連動はしたりはしてます。で、この法人事業概況書っていうのも、こうやって見ると、なんかこんな感じで、これは連動されてますね。連動。で、ここが連動されない、されてますね。ただもう一回連動しないと、ちょっと、うまくここは1500にならないんで、今なりましたけども。で、こういったのを連動したりして作っていきます。で、この勘定科目内訳明細書っていうのが、例えば、まあこれも連動今してますけども、370万円が、全部がゆうちょ銀行だということが、明細を作らなきゃいけないんで、この他に三菱とかみずほとかあったら、その明細を作んなきゃいけないっていうのがあったりもします。で、こうやって、まあ作って、あとはこの、まあ決算書とか消費税とかをこう作りつつ、最終的にはこの電子申告送信っていうので、まあこんな感じで、申告送信チェックっていうので、多分サンプルなんでエラーが出ると思うんですけど、大丈夫ですね。で、こうやると、こうチェックをしていって、最後にこの送信っていうのをやると、こう送信できます。で、デメリットのその2つ目として、Windows でしか電子送信できないんですよね。
で、Mac の場合は、この申告ソフトを使うことはできるんですけど、じゃあそれをからデータを出して、データ出すとこはどっか。データを出してですね、データを出して、それを Windows パソコンで、こう、送信すればできます。Mac で途中、最後まで作ってですね。だから Mac でもできる。ブラウザで使うから Mac でもできるっていうのは、半分正しいんですけど、最後まではできないということです。で、3つ目のデメリットとしては、まあ、遅いっていうのはありますよね。遅いっていうのもありますし、で、もう1個言うと、フリーのみで、フリーで会計を作っておかないと、今の連動というメリットができないんで、だから、マネーフォワードですとか、弥生会計とかお使いの方は、これを使うというのは、なかなか難しいかなと。まあ、裏技を使って、私も昔やったことあるんですけど、弥生会計からデータを出して、フリーに一回取り込んで、で、その、フリーももちろん契約しなきゃいけないんですけど、まあ、これあんま大きい声で言えないですけど、その月契約しといて、そこに入れて、で、それを申告だ、税務申告だけやるっていう方法ができなくはないです。ただ、それをやるんだったら、私は全力法人税の方がいいかなとか思ったりはします。全力法人税だと、弥生でも、フリーでも、マネーフォワードでも取り込めますんで、まあ、そういったところがあります。ただですね、まあ、私が嬉しいのは、やっぱりこう、分かりにくいとか、いろいろ も不満はありますけども、こう、税理士じゃなくて、一般の方が、こう、税務申告、特に法人の税務申告ができる可能性ができたっていうところは、やっぱり嬉しいですね。そもそもあそこの、それができて、当然だと思いますんで、それを必ず、税理士に頼まなきゃいけないというわけではないですし、だから私はこの申告フリーの使い方だけをお伝えする、まあ、最後の最後だけチェックをするっていう仕事もやってはいます。こっちで全部受け入れるわけではなくてですね、まあ、この申告フリーも、まあ、この間から作れるようにな使えるようにはなってるんで、結構現実的な方法ではないかなと思ってはいます。まあ、もしブログ記事で文章でテキストで読みたいなっていう方は、概要欄にリンクを貼っておきますんで、すでにブログに書いてますんで、それも見ていただければ、まあ、全力法人税の記事も書いてますんで、それも比較してみていただければと思います。というわけで、今日は申告フリーということで、法人の税務申告を、まあ、ご自身でやる方法ということで、その概要をお伝えしました。最後までご覧いただきありがとうございました。